開発する前は、まあ、ソニーモバイルに行って、携帯電話の商品企画をもう10年以上やってまして、携帯電話のメーカー設計のマネージャーをやってましたと。でその後、企画とか開発 の方に移って、何か新しい商品を生み出そうという仕事を始めまして、携帯電話以外のものを考えましょうっていう話をしてた時に、車じゃないですかと。で初めは僕らモバイルなんで、まあ、電動アシストできるキックボードを作ってみました。このまま商品にするのは難しいだろうねとっていう話で、そういうの詳しい人いないですかっていうのを友達探したら、ヤマハ発動機さんに友達がいるっていうんで聞いてもらって、いろいろコラボレーションがまあスタートしましたと。自転車とスマートフォンの新しいコラボ関係みたいなのを考えて作ったのが XBA バイク。ヤマハ発動機さんの中でゴルフカートっていうのを扱ってると。ゴルフ場の周りに住んでる方っていうのがいて、近距離の移動をもうゴルフカートでやってるっていう文化がアメリカにあるよと。それぞれ得意分野を持ち込んで面白いカートが作れるんじゃないかっていうところから作ってみましょうっていう話になりました。スマホ自体が走るってやった方がソニーらしい提案になるんじゃないかと。これ一度平井さんに報告しとかなきゃいけないなと。楽しいことやってるなって言われてね、まあ、入り口がですね、12月1日にもう平井さんの予定を抑えてお披露目する日っていうのを決めてしまったので、どうしてもそこまでに上げなきゃいけなくなっちゃったんですよね。初めて動いたのは11月の25日ガレージの中でわずか3メートル動いただけなんですけど、まああんなに、あ、よかったと思ったことはないですね。やりたいっていうのをこう出したり形にして伝えると、あ、いいじゃないってこう認めてくれる人がまあ何人かいて、まあ、それがだんだん集まって形になるっていう文化が、まあ、DNA じゃないですけど、それがまあソニーの中にはあると思います。フロントにですね、アルファに搭載されている超高感度のセンサーと、運転席には 4K のブラビア、遠くから近くまでピントがあったような状態で見えるということは、肉眼で見るよりも安全だと。この映像をですね、 LTE や 5G で送って、沖縄の科学技術大学院大学と締結しまして、そこの敷地内で遠隔運転の実験をしているという形になります。性能実験だけじゃなくてビジネスになんか使えないかなっていうところで、カウンチャリーゾーンさんで考えられたのがこのムーンライトクルーズです。実際に肉眼で見てるわけではないのを利用して、目に見えない動物と実際耳に聞こえない音というのを、まあ、映像と音をかぶせて、まあ、新たな体験をしていただくというのがポイントになっています。非常に、まあ、好評でこうだろうっていうふうに想像してたのの、まあ、はるか上を行った経験で、あ、うちの SC-1 のその与えた影響っていうのがもうやる前と後の顔の表情で一目瞭然だっていうのが、まあ最初の感触で、いずれ自動運転は多分来るでしょうねと言われてますけど、普通の人には受け入れられるのかっていう話が必ず出てまして、こういったイベント重ねながら安全性をちゃんと皆さんに知っていただいて、その後街の中で普通に乗れるような車が提案できたらいいなと思ってます。ただ窓から外を見てるって景色が CG を重ねたり効果音をかぶせたりすることで、今日は何が出てくるかなと思ったら、必要な移動が楽しい移動に変わるんじゃないかなと。今日の道のりはどんな道のりだろうって想像しながら行けたら、ちょっと楽しい未来になるんじゃないかなと思いますね。